はい皆さんこんにちは新青野です。えー、やはりね8月ということで、えー、終戦記念日もありましたけど戦争のね、えー、話題っていうのが、まあ、80年をたった今もですね、えー、思い出される月になってますね。でまあ最近の、まあ、政治の話にも 今回はなってしまうんですけども、ちょっとね、えー、びっくりしたなっていうのがあります。それはですね、広島、長崎で、まあえー、今のね、岸田さんが、まあ、サミットというか、G7 かな、をやったのがあったと思うんですけど、 えー、そこにまあウクライナの人が来てですねゼレンスキーさんが来て、まあ、兵器のね、えー、問題をそこでまあ決めざるを得なかったみたいなのがあったんですけど、まあ、それをまあ正直ですね平和の祭典のはずがそこで戦争の話をさせられるっていうような状況なんですよね。 で岸田首相も、まあ、実は広島出身者であるということで親族がまあ、おそらく、えー、その戦火の大変な状況をね味わっておられると思うんですがそんな中でもそういう状況になってしまうというまあ、ちょっとこう苦渋の今の日本の置かれている状況みたいのが明らかになったりとかですね。 えー、まあ綾瀬はるかさん、まあ、女優さんの話ねちょっとしましたけど、えー、最近の,あの出演作はどうもね銃を持ってるのが多いなとかですねやはり広島出身の方なんですけど、まあ、ちょっとこう平和っぽくないような、えー、感じっていうのを感じさせられる。 まあ、その辺がちょっとこうちょっと悔しいなあっていうふうにまあ感じる部分じゃないかなとは思いますね。まあ、最近私も、あのー、番組で知ったんですけど、えー、広島の原爆で亡くなった方にですね、えー、中学1年生 要は中学2年生までは工場とかで働いてたらしいんですが、えー、建物疎開っていうことで要は火事が起きた時に燃え広がらないようにするために建物をこう壊す作業を中学1年生を動員してまで広島の町で行わせたらしいんですねどうやらその若い中学1年生が大勢集結している 広島の中心地で原爆が起き落ちてしまったと。で若い中学1年生の方が、まあ、8,000人近くまあ、えー、原爆の被害に遭ってしまったっていうのも聞いたんですがまあそれぐらいこう当時、えー、まあ教育というところも含めてですね、えー 大変な状況にあったんだなあっていうことをまあ改めて、えー、見聞きすることができました。現況のね状況と合わせても、ちょっとね悲しい状況も辛い状況もあるのかななんていうふうに思ったりします。えー、台湾をねあの訪問した人があー副総理ですけど麻生さんですね。 えー、まあ本当にね戦争をこう思わせてしまうような発言があったりとかちょっとねこう平和の時期なのにちょっとなって思うようなねあの話っていうのはあると思います。えー、武器っていうのはあまあちょっとね話が長くなってしまうのであれですけどこう 守る力っていうのはね大事なので攻撃ということではなくて無力化するっていうねキーワードが今後大事になってくるんじゃないかなと思いますねはいまあ、ということで、えー、今回はね、うん、平和の平和がね、えー、進んでいけばいいと思っているので えー、皆さんもね、えー、過去を知り現在を知りそして未来を上手にね作っていきましょうということで、えー、私がちょっと感じ取った事柄が、えーまあ、そんなにねあの問題ではなくて、えー、いい方向にね向かっているというふうに、えー、信じていきたいなというふうに思いますけれども。 そういうね平和と愛の調和のね波動を受け取ってくださる方とつながってそういう勢力をねどんどん増やしていきたいなというふうには思ってますただ文字通り現実起きている現実から目を背けることなくね生きていきたいなというふうにも思ってますのでその点はねご理解いただきたいなと思いますはい 今日は、ね、あのー、ちょっと8月ということもあって平和の話ちょっと私が最近見聞きしたことで気になったことというような感じでシェアさせていただきましたはいありがとうございます